ソーザ入れる、ヘディングシュー強い、強烈なヘディングシュート、最後山村、ちょっと空いてましたね、強いヘディングですね、山村のハンマーパンチ。まあこの1点は大きいですね。これ山口さん、やはりディフェンスがちょっと空きましたか。空きました、フリーでしたよね。ソーザはいつもの相変わらず速いボールで、山村にしてみればちょっとジャンプをして思いっきり叩きつけました。ちょうどそうですね、ゾーンで守ってる選手の間でしたね。そのゾーンで守った選手の間がね、ちょっと空きすぎたんですよね。